今回は wordpress.org と wordpress.com の違いについてご紹介いたします。こちらのページは wordpress.org です。はじめに ja とありますが、もしこの ja を取ったとしても、英語のサイトになりますが、中央の黄色い箇所です。wordpress は日本語で利用可能です。こちらをクリックしますと、先ほどの日本語のページに戻りますので、ご安心ください。 wordpress.org はソフトウェア版です。ウェブサーバーにインストールをしていきます。これから皆さんと一緒にサイト作りをしていくための基盤となるのはこちらの wordpress.org です。テーマ、無料、有料、多数利用ができます。プラグインも同様です。全体的に自由度が高いのは このワードプレスドーグです。本格的な個人ブログ、飲食店、医療、その他幅広い業界サイトが作成できます。続いて wordpress.com です。無料レンタルブログサービス版です。アカウント作成後すぐに利用ができます。こちらも wordpress.org のようにテーマがございます。テーマは有料無料いろいろありますが、残念なことに現状プラグインの利用はできません。.org のサイトに比べ自由度は低いですが、趣味のブログや練習用などで試してみるのも良いかもしれません。簡単ではありましたが、wordpress.org と ワードプレスとドッコムの違いについてご紹介いたしました。両方の利点を上手に活用してまいりましょう。